うやったら暖かくなるかわかんないけど、暖かくなりますように。暖房の音、そう、今ね暖房がやっと動き始めたって感じ。寒くてさ、こたつに入る。こたつね、欲しいな、一人用のこたつ。え、ちょっとさ、最初に今デュオリンゴを超中途半端なところまでやっちゃったから、デュオリンゴだけ終わらせてもいいですか。少々お待ちくださいね。Oh, the next station is Toronto.Yes, this train is really big. My suitcase is very big. I always take this train, and you? ざっと。こんばんは。ざっと、ざっと、ざっと。バス。寒いわ。やっぱ動いてないから今寒いね。こんばんは。テロップもつけないで。この電車は10時にトロントに到着します。 This train arrives 10 o'clock トロント、トロント。 This train Toronto 間違った。まあいいか。あ、また間違った。あれ？さっき言う。あー、はいはいはい、ごめんなさい、間違えましたね。終わった。2回同じ問題を間違えちゃった。寒い。終わりました。お待たせいたしました。よいしょ。今日139日目ですね。あ、連続記録が30日に到達しました。このチャレンジで合わせて200ジェム獲得したよ。もう一度やってみる。はい、英語を気持ちで押し切れる、押し切れるかな押し切りたいね。一応ね、続けてはいるけど、まだ70日目でさ。でも70日だよ、すごい。70日もしてるんだよ、すごいよ。よし、じゃあ
感じ、やること終わったのでちょっとお待たせしたけれど、今日もあのオンラインおしゃべり会ありがとうございました。とっても楽しかったですよ。今日も会いに来てくれてありがとうございます。でもオンラインもね、そう、もう残り1回だから、うん、メール来た？今日は読んでいいよこの前読んじゃダメだったけど今日は読んでもいいよ。合間に TikTok 撮った。いや、あのね、あれはね、いつの声だかな、この前撮りました。オンラインありがとう、初めてお話できてめっちゃ可愛かった。ああ、ありがとう。ゆはも嬉しかった。ありがとうね、また待ってるよ。メール読んできましたありがとう、読んでくれて。実家帰るのにおじやつーかな。お、とか今だったらどこもお店やってないからラーメン食べれないねもう今すべてラーメン基準で話を進める。私今の時間ラーメン食べたらちょっとやばいか。まあでも全然いいと思うけど、明日から頑張るならはいいんじゃないか。胃もたれしちゃうね、それは本当にそう、胃もたれはしちゃう。あと2杯でコンプ、ありがとうみんな、すごい。明日から頑張るから食べるラーメンね、寒いと食べたくなるよねラーメン。目指せコンプね、みんなコンプリート目指して頑張ってくれててすごいありがとうって思ってる。無理しないで、でも無理を、うん、コンプリートはしてほしいけど、寒くて寒いとはもう寒いか、とにかく寒いですとても。1日2杯が限界でした、次いついけるか。そうだよね、1日2杯だって1杯でも結構ああもう無理だってなる。だから1杯食べてみんなのことを想像したらもうなんか胃袋どうなってんだろうなって思った。2杯で限界、そうだよね、だってもう お腹はじ切れちゃう。おたくさん頑張ってていたらしいねえ、みんな本当に頑張ってってさ、ありがとう。メンフェス終わったらみんな胃を休めるんだよ。どうしよう、ちょっと待ってね、よいしょ。
そうボリューミーなんだよね、どこのお店も。本当にちょっと待ってね。鶴見さんのワンタン、あ、ワンタン美味しいよね。麺少なめにすると代わりにワンタン入れてくださるんですけど、めっちゃ美味しい。そう、ワンタン入れてくれるんだよ。美味しいんだよ。カップ麺食べることあんまりないかも。あんまりないけど最近めっちゃ食べたくなる、無性に。この間妹がカップ焼きそばを朝から食べてて、ありえないよねありえないんだけど、カップ焼きそばを朝から食べてて、朝起きたら家の中、もう朝起きたら本当になんか部屋のドア開けた瞬間からカップ焼きそばの匂いがして、まあなんかちょっとごめん、朝じゃなかったんだけど昼11時くらいに起きて、妹は何時に食べたか知らないけどさ、だからもう、あ、早い昼ご飯食べたのかなって思ったら、朝ごはんだよ、朝ごはんに焼きそば食べたんだよって教えてくれて、朝ごはん、朝から焼きそば食べたんだこの人って。いやー JK ね、強い本当に。若いね、若い。でもそのカップ焼きそばの匂いってさ、わかる？食欲をそそられる、なんて言うんだろう、カップ焼きそばが食べたくなる香りがしませんか？めっちゃカップラーメンが食べたくなるんじゃなくて、カップ焼きそばが食べたくなる。焼きそばが食べたくなるんじゃなくて、カップ焼きそばが食べたくなるの。すっごいわかる？すっごいわかってほしい。めっちゃね、本当にその瞬間、もうなんか、いやもうじゃあお昼ご飯カップ焼きそば食べたいなって思って探したけどなかった。焼きそば好きじゃないけどペヤング好き。なるほどね、そういうこともありえるんだねカップ焼きそば食べてから出かけて帰ってきたらまだ香り残っててカップ焼きそば食べたそんなに残るもんなんだ。そう、でも本当に全然カップ焼きそばなんて、いつ前回いつ食べたか分かんないくらい食べてないから、そうなんかね、何が好きとかも特にないんだけど、あの感じ、あれ食べたいなってなる。今日のお昼食べました。おー、いいね。めっちゃ和食なイメージ。確かに割とどちらかといえば和食かな。でもね、なんだろうな、あんまり、なんか、なんだろう、あ、待ってカレンダー変えるの忘れてた。またそう、まあ和食が多いですね。お米、お米も
そんな食べない。今日は朝筋子を食べました。美味しかった。朝から筋子、なんかね、お父さんと、というかお父さんがなんか突然筋子が食べたいって言うから、うちに筋子がやってきた。で、あ、そう、おにぎりで食べたいっていう話だったけど、おにぎりの筋子はあんまり見かけないから、普通に白ご飯に筋子をのせて食べた。なんか筋子をね、めっちゃどうでもいいんだけど、筋子はあのちっちゃい頃、5歳とかもうちょっと大人かな、5歳ぐらいの時めっちゃ好きで、そっから全然興味なくなっちゃったんだけど、その時は本当に筋子が大好きで、何かあったら絶対に筋子おにぎりを選んでたんだけど、また一個大人になってから筋子食べたら筋子が美味しくて、なんだこりゃこれ美味しいな。ご飯いくらでも食べれちゃうって思っちゃうね。美味しい。でも筋子以外にさ、おにぎり、うん、違う、なん、何が言いたかったの今。ご飯、あ、ちょっと分かんない、何が言いたかったか全く分かんなくなった。おにぎり以外筋子の使い道あるかなって言おうと思ったのかな。白米と食べる以外に、な、例えばいくらだったら海鮮丼に乗るとか、なんだろう、パスタの飾りになるとか、割といろいろあるけど、筋子ってさ、何か役に立つのかな。ご飯のお供にはめっちゃ最適だけど、それ以外はあんまりない。そうだよね。役に立たないやつか。違う、役にはめっちゃ立ってる。もうその一個の役割を存分に果たしてくれてるからいいんですよ。いや、お酒ね、飲めないんですよ。予備軍だと思われるの。こういう筋子の話とかさ、なんかおつまみ系の話するけど、するけど全然ダメなんですよね。ルチさんに行ってきました。ありがとう。美味しかったでしょう。ななみさんがすぐ止めるほどの良さ。そう、そうなの。よし、寒いからカラオケするかね。何がいいかな。失礼いたしました、皆様。ああ、画面が固まってる。
動いてる？見える？やっほー、落ちたよね今多分。動いてる？よかった、始めようと思ったのに消えちゃった。曲も選んだのに消えちゃった。今日はずっとこれを聴いてた。これいいよね。真冬の海は静かすぎるね、寄せる波が耳に囁くよ。今日一人で来たの、過ぎた季節が砂に埋もれて、片方だけのビーチサンダルが色あせた恋。ライフセーバーのあの人と出会ったこの渚。いちごミルクのかき氷溶けるまで話したね。夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすになるように。見つめ合ってごく自然に、唇から唇へと愛が伝わった。夏のキスはずっと残る、鏡のその中に映ってる。今も胸がキュンとするよ、心のこの足跡を後悔していないわおじやそばとかけてるそういうことで。波打ち際で水をすくって手のひらからこぼれる思い出、涙が海になった。二人でいなきゃ風が冷たい、監視台が立てたあたりではぐれたみたい。手を握るのも初めてでぎこちなく歩いた。永遠より長いような照れくさい夢を見た。夏の恋は続かないっていつか先輩から聞かされた。小麦色の跡を残す、忘れられない恋のかけら切なく数えた。夏の恋は続かないって否定していたけど本当ね、この海にはもう来ないわ、あの人がいないなら。日に焼けることもない。見てよいしょ。これ夏の歌かと思いきや冬の歌なんだよね。何回か間違えちゃう。夏のキスはずっと残る、日焼けがそばかすになるように。見つめ合ってごく自然に、
唇から唇へと愛が伝わった夏のキスはずっと残る鏡のその中に映ってる今も胸がキュンとするよ心のこの足跡後悔していないわこれって何公演だっけアイドルの予約そういう流れねそういう流れねタンポポの決心がこの後に来て終わるのかいいねいいなこの公演わかる夏のキスはこれも絶対楽しいよねセットででも歌えるかな最近これもよく聞いてるけどね線路脇にタンポポが咲いていた長かった冬が終わり待ちわびた春が来たんだ日差しの道を歩き恋でもしようか こんばんは ありがとうございます通い慣れたはずのいつもの通学路昨日までの僕とどこかが違うよ。うつむいていた季節、風も向きを変えて、人はいつだって生まれ変われるさ。最初にタンポポが咲くなんて。生命力の強さとひたむきさ教えられたよなぜか目頭が熱くて夢や希望や未来はここにある雑草の中の命はたくましく育ってゆくよ日陰もいつの日にか日向になるんだこれもいいめっちゃいい歌だ結構いい歌ほんの少しだけの運を嘆いてた休みがちな僕が恥ずかしく思う
雲ひとつない空は鳥も自由に飛び、過去の雨の日も今日のためにある。気づかなかったタンポポが揺れている。誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ。思い悩み落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ。弱さもいつの日にか強さになるんだ。最後に歌いたかったこの曲だけど流れが歌わざるを得ない流れ。こんな場所にタンポポが咲くなんて、生命力の強さとひたむきさ教えられたよ。なぜか目頭が熱くて、夢や希望や未来はここにある。雑草の中の命はたくましく育ってゆくよ。日陰も日向になる。気づかなかったタンポポが揺れている。誰の心の中にもささやかなその可能性、日常に忘れていたよ。思い悩み落ち込んだ寒い日々、当たり前のつまずきに立ち上がる若き力よ。弱さもいつの日にか強さになるんだ。いいね。いいね、このコール。いいね。これで終わり。いいね。ナンバで歌われてるイメージ。そう、いやもう NMB さんで知った。結構卒業の時とか歌ってるイメージある。でもいいね、いいよね。何がいいかな次。歌いたい歌が入ってる。なんか増えた曲が目が
飛び出そうになった。これずっと歌いたかったけど入ってなかったから断念してた曲、 NMB さんの曲なんだけどめっちゃ可愛くて全然多分わかんないかもだけど歌っていい？どうすればいい、好きになっちゃったみたい。いつ入ったんだろう。タイプじゃないと思っていたのに一緒に帰っただけで、なんでこんなに気になるんだろう。どうでもよくないのかな。それはただの錯覚、それとも運命。まさかあなたと恋なんかするわけないよね。自分の方ひしゃりと叩いて、しっかりしなさいなんて気合いを入れたけれど、なんだかまだ夢見る心地。あ、どうすればいい、好きになっちゃったみたい。なぜこんなにコロリといたの。いつの間にか夢中になってたの。ノーノー無理、理想と全然違う。知らない世界紛れ込んだような落とし穴。めっちゃね、振り付けも可愛い。音楽や映画やファッションの好みも合わないのに、急に会いたくなっちゃったりして、心境は変わるものね。そんなバカな出来事信じられない。きっと私が面白がっているだけかも。昔から悪ふざけが好き、からかってみようなんて思っちゃったのかな。気持ちが整理ついてない。あ、どうなってるんだ。本気ではないよね。で、鏡に問いかけてみる。さあ今すぐ否定してちょうだい。のの嘘、首を横に振る。冗談だって早くオチを言わないと落とし穴。パッ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 。男と女その間にはロマンスにはまる穴が開いてる。どうしようもない、好きになったかもしれない。あなたのことを考えると胸がドキドキしてくるし。ああ、どうすればいい、好きになっちゃったみたい。なぜこんなにコロリといたの。いつの間にか夢中になってたの。のの無理、理想と全然違う。知らない世界紛れ込んだような落とし穴。可愛い曲でしょ、ね、本当にね可愛いんです可愛い曲で振り付け可愛くて、なんかいろんな曲が入ったんだね。そう、歌いたくなるの分かりますでしょ。
おお、渚最高も入っている。と何が歌いたかったっけな。歌いたいけど入ってない曲っていっぱいあったんだよね。違う、夢中人か。渚最高はあった。じゃあ NGT も増えたかな。増えてなかった。じゃあね、ユーハが今まで歌いたかったけど歌えなかった曲ってあとなかったっけ。飛行機雲とか。でも飛行機雲今公演でやってるからね。なかった。ね、一瞬の花火まだですんだよ。まだですね。まだですね。恋のヘタレもいいです。あ、いいですよね。いや、よく聞いてる。なーい。どうしよう。なー、さっきでもコメントであったやつ歌いたい。で、また NMB さんになっちゃうけど、いいですか。ないのか。あ、ないんだ。え、ちょっと歌った記憶あるけどね。アカペラで歌ったのか前。あ、ないね。なかった。歌いたかった曲歌ってもいいですかとか言ったけど。あら、星空のキャラバンは進む。歌いたかった。アカペラで歌ったんだね。じゃあね、早くしないと。何がいいかな。どうしたらいい？じゃあね。ちょっと気が早いな。決まらないから、じゃあこれで。うわ
待って、預言者がいた。すごい当たってますよね。風に向かってずっと歩き続けたんだ。どこにいるのかわからずに何かに逆らいたかった。道は張ってなく僕は無我夢中だった。少しでも気を緩めると心が吹き飛ばされた。人はなぜ生まれるのだろう。いつか死んでしまうのに辛い毎日の中で生きる意味を知りたかった。太宰治を呼んだかと聞かれた。君と出会った日、正直に言えば僕は呼んでなかった。近くの本屋で何冊かかってファミレスに入った。すがるようにページめくりながら自分探した。冬将軍のリグレットと悩んだけど、こっちの方が最後っぽいかなと思ってこっちにしたよ。風はそれでも何も変わらず吹いていた。スーパーの安売りのチラシがひらひら振り回されていた。行けど夢など何にも見つからなかった。夢なんか見てしまったら挫折が怖くなるだけ。なぜか涙も出やしないよ。愛も枯れるもんなんだ。今日を淡々と生きて考えないようにする。太宰治を呼んだかと聞かれた。君を友と呼ぼう。残念なことに本に答えはなかった。目から鱗が落ちたというような奇跡はないけど、ただ人生とは何か語れる友ができた。太宰治を呼んだかと聞かれた。君と出会った日、正直に言えば僕は呼んでなかった。太宰治を読まなきゃダメだよ。必ず進める。そこにあの日と同じような僕がいるんだ。太宰治を呼んだか。いい時間に終わりました。ありがとうございます。
ちなみに太宰治さんの本は読んだことないですね。ずっと好きな曲だけどね。なんかこれ歌ってたらさ、もう一度手をつなぎたいとかもカラオケ入ってほしいなって思った。教科書のやつだ。あ、確かに。そうか。読む前と後で歌詞が文学的になってくる。それちょっと読まなきゃダメかもね。今度プレゼントします。絶対読まない読まないって言われちゃった。分かんない、読むかもしれないよ。てか読むんじゃない。読まなきゃダメだよって歌ってるんだから。まあちょっと誕生日見ますね。13位ヨッシーさん、ありがとうございます。12位リョーマさん、ありがとうございます。11位北村ランド定住水道橋博士さん、ありがとうございます。10位大関さん、ありがとうございます。ちょっとごめん、鼻がかゆい。9位ひでひでさん、ありがとうございます。8位あつこさん、ありがとうございます。7位ギバさん、ありがとうございます。6位マッチンさん、ありがとうございます。5位早風さん、ありがとうございます。4位 N さん、ありがとうございます。3位ヤオさん、ありがとうございます。2位テルテルモさん、ありがとうございます。1位エチゴパワーさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。あの、かゆい。今週はアイドルファイルの発売日、そうですね、30日発売です。楽しみにしていてください。今週も1週間、明日からね、月曜日だけど頑張ろうね。30日みはるさんの卒業公演だ。やだ、寂しい。みんなあったかくなったかな。リハもあったかくなりました。みんなあったかくして寝るんだよ。おやすみ、ありがとう。またね、バイバーイ。